はい、ファスティングマスターのやすしです。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日のテーマはですね、ナッツはどうやって食べるのってことをお伝えしていきたいと思います。今まで玄米とかチアシードのことをお伝えしてきました。2つとも種なので生じゃダメですよとお伝えしたんです。で、ナッツはどうですかって質問をいただきましたので、ナッツもね、種なんですよ、種で、これは今まで通り水で浸すっていうのを浸水したらどうかって話なんですけれども、浸水しちゃうとナッツってまずいです。相当まずいです。そうで、どうしたらいいかっていう話なんですけども、まあナッツ種で陰性なんですね。で、陽性に変えるためにはいるんですよ。いてください、フライパンでシュー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 って。はい、そんだけでナッツは陰性から陽性に変わって、ミトコンドリアの阻害する動きを阻害するのもなくなります。はい、で、ナッツって生で売ってないと思うんです。だいたいローストっていうのかな、ローストっていうので売ってると思うので、これを見て買ってくれればいいかなと思います。もし生だったらいてください、そんだけです。はい、これを生で食べちゃうとやっぱしミトコンドリアの動きを阻害しちゃうので元気がなくなっちゃいます。これだけ注意してほしいかなと思います。はい、でも結構ローストで売ってると思うのでそのまま食べてもいいと思います。はい、そこだけ確認してください。はい、よろしくお願いします。今日はナッツの食べ方で、ナッツは生ではなくているようにしてくださいということをお伝えしていきます。はい、よろしくお願いします。で、私のと、YouTube はですね、まだ登録をされていない方はぜひここに顔がありますので、顔をクリックしていただいて登録お願いします。毎日このファスティングに関して健康情報をお伝えしていきますので、はい、お楽しみにしててください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。